考えてみると、まあ、都会では自分の代わりはいくらでもいるみたいな思いがあったんじゃないかなと思うんですけど、もうこっちに来てみると、まあ、一人一人を、見てくれるというか必要としてくださるというので、本当に弁護士冥利というのを感じることが多いと思います。はい。澤田弁護士は京都府与謝郡与謝野町という町で2016年9月から弁護士として働いている。与謝野町は京都府北部丹後半島の付け根に位置する町。日本遺産にも指定された絹織物丹後ちりめんの代表的な生産地。機織りの音がどこからともなく聞こえてくる。人口約21,500人、それに対し弁護士は澤田弁護士のみ。弁護士過疎地域と呼ばれる地域である。埼玉県入間市出身。ある経験がきっかけで弁護士を志した。小学校の頃にクラスでいじめっていう問題があって、その時僕は非常に心を痛めてその子のことをかばったんですけど、そしたら今度は逆に僕がその対象になってしまって辛い思いした経験があって、進路を考える時に、まあ、そういう弱い人とか困ってる人のために何かという仕事をしたいという思いから弁護士を志すようになりました。2006年に弁護士となり、東京の法律事務所に就職。そこは障害事務所と呼ばれるビジネスホームを扱う法律事務所。数百人の弁護士が所属する日本屈指の巨大事務所だった。いずれは一般民事、町弁のような存在になりたいと思ってました。ですので、まあ、障害事務所に入らせてもらったのは町弁に行く前の最先端の仕事をさせてもらいたいと。私が入所した当時は M&A というものが非常に流行っておりましたので、 M&A の業務が非常に多かったです。まさに自分がやった案件が日経新聞に載ったりとか、まあ、社会の流れに沿って仕事をしているというか、そういう感覚はありました。東京で3年半働き退職を決意。弁護士を志した初心に帰り、一般的な事件を幅広く取り扱う町弁を目指すことにした。選んだのは弁護士過疎地域である丹後地域。車の移動は多いです。はい。高齢者の方がいたら、足がない人のところには行きますし、現場にもよく行きますし、まあ、教会紛争とかであれば、まあ、教会見に行ったりとかですかね。福知山とか前鶴の裁判所行ったりとか多いです。はい。はい、今日は遺産分割調停がありますので。澤田弁護士が過疎地域を選んだのは理由がある。町弁やるにはもう幅広く仕事をしないといけないというふうに思ってましたので、それであればこういった過疎地であれば、まあどんな事件でも幅広くやってるんじゃないかと、数年 1、2年だけでもちょっとそういうところに置かせてもらえないかと。東京の華やかな世界から過疎地域へ。しかしそれほど不安はなかったという。やっぱり収集中に過疎地収集というのを経験したのもあるかもかと思いますけど、あんまり抵抗感がなく、はい、で藤井という、はい、頼りになる先輩がいましたので、あまり不安はなかったです。はい。澤田弁護士が慕う藤井とは、澤田弁護士が所属する弁護士法人丹後法律事務所の代表弁護士藤井博之である。うちの事務所はインフラになろう、町に住んでる人がね、困ったらどこに行くか、市役所に行く、病気になったら病院に行く、なんか物がなくなったら警察に行く、そういう町のインフラがいくつかあって、どこにも持っていきようがないことはじゃあ丹後事務所に行こうじゃないかっていうインフラの一つになってしまえば、町と有機的につながってるわけですから、この町がある限りはうちの事務所も存続していくだろう。過去に問題解決を依頼した料亭文屋。弁護士さんがこの町にやるんやっていう安心感、うん、あ何かがあったらお世話になる、
助けていただけるんやというね、この地方にはなかったですからね、弁護士さんというのが。だからもう本当に経験して初めて分かりましたけど、本当に助けていただきましたね。我がことのように思ってしてくださる、そんな人が他人さんでいはるんやっていう。過疎地域で経験を積む中で澤田弁護士に変化が起きた。どちらかというと自分の性格は内気で、あまりこれまで人とのやり取りも少なかったんですけど、やっぱり一般民事を始めていろんな人と深い話をするようになりましたし、こちらに来させてもらっていろんな人が本当によくしてくださって、人との深い関係ができたなというのはあります、はい。都会にいた時あまり一般民事はやってないんですけども、自分と気が合わなければよその事務所に行ってくれとか、そのちょっと私は対応できないと断ることが多かったんじゃないかなと思うんですけど、こっちに来てみると自分が断ってしまうと他に行くところがないという方が多いので、どんな人でもその人を理解していい関係を築こうというふうに努力してきたというふうに思ってます、はい。地元企業の法的サポートにも力を入れている。その一つ京丹グループは7社の会社と約200人の社員を抱える不動産取引の契約書作成、海外取引に関する相談、社員の個人的な困りごとなど相談内容は多岐にわたる。丹後自動車振興株式会社常務取締役雪町光弘氏。朝電話して今日のお昼何時ぐらいちょっと先生30分ほど時間くださいとかね、もし澤田先生がいなければ、例えば京都市内までね1日仕事だったんですけども、行って相談して帰ってきて1時間というのはもう全然時間が違います、はい。過疎地域で弁護士をするということはその地域で生活をするということでもある。ここでの生活をどう感じているのだろうか。本当に時間が増えたと言いますか、自由な時間が増えましたので、時間がゆったり流れているような雰囲気もありますし、週末なんかでも、仕事の合間でもちょっと公園に寄ってリフレッシュしたりとか、はい、そういったことも気軽にできると。朝、外に出た時のもう空気が違うというか、もう清々しい空気が流れてますし。与謝野町は自然豊かな町、日本三景の一つ天橋立まで車で約10分という距離。週末には家族とゆっくり過ごすことが多い。過疎地域には食が豊かな場所が多い。ここ丹後地方では鳥貝をはじめとした海の幸が豊富。地酒とともに旬の食材を楽しめる。地域になくてはならない弁護士に。当初は 1,2 年で離れるつもりだったが、今もこの地で弁護士を続けている理由がある。地元の人から行かないでほしいとか、ずっと行ってほしいとか言ってくださると、それなりの理由がないと離れられなくなってしまって、はい。過疎地域での弁護士に向いている人とは。どうしたって物理的にこの町にないものがある。例えばデパートに週末は買い物に行きたいとかね、そういうのを求められると、この町にはないから、無理ってなりますけど、そうでなければね、やっぱおもろいですよ。町に生きている人はね、悩みを持ってうちの事務所に来て、お金を言えなかったことをこう相談してくれる。それは、人ってのはこういうもんなんだなあっていうことを、人に興味がある人なら感じるし、何とかしてあげたいなと思って何とかできたりできなかったりっていう経験をすれば、それは面白いなって思って、結局町に馴染んでいくんじゃないかなと思います。改めて過疎地域で弁護士をする魅力とは。専門分野に特化した事務所で、この分野を極めたいと、この分野でやっていきたいという方には、そういう事務所が向いていると思うんですけど、幅広く、いろんな事件をできるようになりたいという分には、過疎地での、弁護士活動というのは向いているだと思います、はい。私は特に障害事務所にいましたので、事件を受任するかどうか、果たしてその受任した後にどの分野を担当するかというのはもうあまり裁量がなかったんですけど、事件を受任するかどうかもそうだし、どう事件を進めるのかもそうだし、
もう本当に全て自分でやらないといけないというか、やることができるので、それは、はい、非常に面白いことだと思います。人とのつながりが、人が少ない分深くなっていくというのがあると思いますので、私みたいな内気な人でも人と関わることの嬉しさというか、なんか面白さというか、そういうのが味わえるんじゃないかなと思います。